boys today, Friday. Do you think we can still watch Minato Gojisan again? Here is the breaking news from Ukraine. We just got report that the last episode of Minato Gojisan has just been released. Live. You shouldn't feel ashamed of staying alive. Just go back and watch. この物語は港区おじさんがどうしても見たかった男たちのストーリThank you.
来ちゃダメだマリア、絶対ダメだ。何言ってんのよ。みんな本当にありがとう。またみんなと西麻布で飲めたら最高だな。いやよ船田さん。船田日曜日のやつ聞いてる？何が？帰国祝いの食事会をみんな来るって聞いてる。ねえねえ、ねえさん、お父さんって今どんな感じ？常に何もしてないと思う。そうじゃなくって、ゆみさんと。おお、忘れたこと言って。進展あったかなーなんて。エドさん、確認取れました。入ったか。間違いありません。本日のユナイテッド航空14時35分成田着の便で入国しました。ホテルなどへのチェックインの連絡は来ていません。直接組織のところへ向かったものと思われます。今どこにいる？港区に入ったようです。港区か。行くぞ。はい、はいはい、大阪の土地を買いまくる。ああ、ボスが言うには東京の土地はもう儲からないけど、大阪の土地の値段はこれからどんどん上がるって。今のうちに大量に買っておけばあっという間に高値で売れるらしいぞ。なんで大阪の土地の値段が上がるんだよ。簡単だろ。お大阪の地価を上げるためには東京を住めない場所にすればいい。そうすれば日本第二の都市大阪の地価は勝手に上がる。どうやるんですか？テロを起こすんだ。どこにテロを起こすんです？東京ってのはな、ビジネス、政治、そしてカルチャーで成り立っている。その三つに一気にテロを仕掛ける。となるとビジネスは丸の内、政治は霞が関、カルチャーは港区だ。お待たせしました。加藤と志村だ。こちら勝手に使え。間違えて殺さんよ。はじめはどこからだ？人の生活は簡単に壊せる。丸の内、毒ガスを撒き散らしてまずビジネスをストップさせる。丸の内といっても広い。このビルだ。ここが一番人が入ってる。の空気は上から下に流れる。
最上階のオフィスに撒き散らす。最上階？丸の内障子だ。なんだね、佐々又くん、相談って。実は私、退社を考えておりまして。どうして？今だとなかなか時間が作れなくて、今月で私も29歳になりますし、もう一度勉強する時間をちゃんと作った方がいいんじゃないかなって。佐々又くん、時間は環境に与えられるもんじゃない。作るんだよ。どんなに忙しくたって、自分が本当に大切なことであれば、時間ってきっと自分で作れるもんなんじゃないのかな。もう一度考えてみたらどうかね。それでもやめるとなったら仕方がないさ。君の人生だ。無理に引き止めるようなことはしない。ああ、ただ佐伯くんに言うのは、ちゃんと結論が出てからにしなさい。引き止めの話の時間が超長くなるかもしれないな。繰り返します。この後15時からグールグル社からの外国のお客様が1名と、日本支社の方が2名、アライアンスの提案に来られます。その後17時からグランド佐伯さんは次の打ち合わせが大手町でありますので、絶対長引かないようにしてください。ちょっといいかな。ダメです、絶対ダメです。もうあと5分で打ち合わせです。外国からわざわざ来てるんですよ。やらせてあげなさい。コーヒーなら車内にたくさん用意してあります。どうぞ浴びるほど飲んでください。コーヒーが欲しいんじゃないんだ。彼はコーヒーが欲しいわけじゃないんだ。じゃあ何の意味があるんですか。難しい世の中になったよな。この街も変わった。逆に聞く、君は何だと思う。あ、今度コート買わなきゃ。娘が刑事さんみたいだって。ダメ。事業部長も意味分かってないじゃないですか。佐伯、今だ。運転手さん、聞いて。空気は上から下に流れ、最上階のオフィスに撒き散らす。15時の約束だ。エレベーターに乗りました。オッケー。会議室の机の裏にセットする。打ち合わせが終わったら16時10分に装置が起動する。生前に逃げ遅れんなよ。会議が長引いたら俺たちも危ないんじゃ。大丈夫だ。日本の会社員なんていい気も何もない。
グルグル本社から来ました。ケイン様ですね。申し訳ございません。すぐに責任者の佐伯が参りますので、後ろのソファーでしばらくお待ちくださいませ。わかりました。いらっしゃいませ。ジャック、そろそろじゃねえか。店内のご利用ですか？いや、すまない。人を待たせてるんだ。かつ怒られてる。ではご注文をどうぞ。グランデ。かしこまりました。グルグル社のお客様はもうお通ししたまだ受付ですよ。ちゃんと謝ってくださいよ。 OK。 こいつ、どうも佐伯です。お待たせしました。どうぞ。会議室の机の裏にセットする。それでは早速。大丈夫だ。日本の会社員なんていい気も何もない。皆さん、本社はどちらに？ええ、カリフォルニアの。カリフォルニア？カリフォルニアといえば、ナバレでドーム12個分の話してる。ドームとは、東京ドームのことですが、ドーム15個分の乗馬クラブがあるんです。もともとは、私はアズールワインのワイナリーを見に行ったんです。2016年には、ナパでナンバーワンワイナリーに選出され、今最も注目されていると言ってもいいナパのワイン。私はこれが大好きなんです。このワインを西麻布にあるアズールってレストランで楽しめるんですよ。私も前に知り合いの船田って人にご馳走になって、船田ってのは港区チームのリーダー的な人なんですけどね。フレンチの奇才植木シェフの繰り出す魔法のような料理とアズールワイン。ところが、この料理をまず食材を打ち合わせが終わったら16時10分に装置が起動する。佐伯さん、カリフォルニアの話は分かりましたから。これは失礼。話を一番初めに戻しましょう。その乗馬クラブなんですが、そこに戻るんじゃなくて、もうナパ関連の話は結構ですから。皆さん、馬というのは利口なものです。利口ですよ。馬は自分がどのような環境に生きているのか理解している。馬が愛しているんですよ、その土地を。私には分かるんです。
馬というのはもう野生のものではない。佐伯さん、すいません、そろそろ。馬といえばそうだ、傑作な話があります。まだ私が駆け出しの頃、モンゴル取引に行きましてね。今とは全然違いますよ。当時のモンゴルといえば、日本は馬というといわゆる競走馬のようなものを想像するでしょう。違うんですよ。その時モンゴルで迎えに来たのはポニーですよ。ポニー、ポニーですよ。ポニー佐伯さん、今日はありがとうございました。またぜひ御社とのアライアンス検討。もういいんですか。そうだ、今度私は。大丈夫です、本当に大丈夫ですから。お見送りしますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。そうだ、忘れていました、お土産があるんです。当社のシンガポール社で現地の専門家と共同開発した美味しい缶詰があるんです。缶詰といってもただの缶詰じゃないですよ。シンガポールの食料自給率をご存知ですか。 10% 以下です。皆さん方は 5% 程度しか自給率がない。日本は 83% であることを考えると、これがいかに少ないかと。これではリスク管理として問題があると判断した政府が国策として、トイレならこちらにありますよ。ここで大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。お仕事は、私の秘書なんだ。じゃあこれなんかどうです。おお、いいね、それにしよう。お祝いですか。もうすぐ誕生日なんだよ。今月で私も29歳になりますし。いつも迷惑かけてね。私の本当に大事なビジネスパートナーだから。悪いが、急いでもらえると。どんなに忙しくたって、自分が本当に大切だと思うことであれば、時間ってきっと自分で作れるもんなんだよ。
害されました。誰にだ。無駄に男前のジェームズ・ボンドみたいなやつです。何をしてくるんだ。オチのないナババレー行った話が、無呼吸で45分ほど。それで、さらにどうでもいいモンゴルのポニーの話をしてきます。笹間と元女性警官もいたので、警察側も動員されてるのかもしれない。でも丸の内に打ち合わせに行っただけですよ。失敗は許さんぞ。お前にはすでに前金として半分渡してある。施工すれば全額だが、失敗すれば殺すぞ。 I know。 どうするんだ。次の狙いは。ここだ。霞が関。政治をストップさせる。どうやって攻撃するんだ。毒ガスを撒き散らす。え？またあの目覚ましの。どこに撒くんですか。政治はどこで行われている。私やっぱりどうしても美容師になりたい。お父さんにママから言ってくれない？なに、もう大人なんだから。言いたいことがあったら自分で言いなさい。やだ、超怖いもん。もうママ、今時新聞事情の何が良くて結婚したの。ふざけないの。思っていることってね、口にしないと何も始まらないのよ。言えばそこから道って開けるの。分かった。ねえお父さん、私さ、やっぱり美容師になりたいんだけど。どうぞ。失礼します。上の命令だ、書き換えろ。しかしこれ以上国民に嘘をつく。お前の意見なんてどうでもいい。私がやるべきと言った仕事を黙ってしろ。嫌なら別のやつに頼む。それともお前一生倉庫整理でもするか。あ、わかりました。もういいよ。失礼します。キョロキョロするな。まっすぐ歩け。このガスは小動物程度ならすぐ死ぬが、無味無臭で検知は難しい。どうやって仕掛ける。記者クラブを装って国会に潜入する。人体に効く始めるまで15分、先に小動物が死ぬ。だが国会にその動物を。毒ガス検知用の扉だ。毒ガス検知班いるじゃないですか。なぜだ。なぜ全部先回りする。よく見ろ、髪型は最先端の2ブロックなのに、服装は地味なスーツ。明らかな変装。完全に公安だ。ほーら、ピースケ、気持ちいいだろう。お前ここ大好きだもんな。ああ、そうかそうか。あ、今日は天気がいいね。おや、山田さん、
こんなところでどうしました？ひょっとしてまだ元の職場が恋しいとか？いえ、こいつがここが大好きなものですから。もともとここで怪我してて拾った鳥なんで。今港区にいるんですよね？あのテレビで噛みまくってた船田さんって人のところだって聞きましたよ。千代田から随分と都落ちしちゃって。都落ち？ご意見拝聴に値いたしますが、しかしながらエラーのすると、公開されたデータとして千代田区の昼間人口は現在853,608人、港区は949,785人で、港区は上と叱るのがありなんです。さらには住民基本台帳を鑑みた上での人口総数については、千代田区は現在59,788人であり、あと1万人弱が減った場合に、厳粛かつ厳密に民法第236条をよりどころとした場合、その定義はもはや村に変更すべき案件として地方自治の数字だ。何か数字の交換をしてるぞ。ふっ、面白い。僭越ながら歳入額については、千代田区は598億8700万、それに対して港区は1353億5200万円となり、一見千代田区は下回っているようにも見える結果と相なりますが、我々にデータが残らないように高度伝達してるのか。完全にプロの仕事だ。しかしながらややもすると、これを人口1人当たりに換算した場合、港区が543,000円、これに対して千代田区が100万2,000円、つまり1人当たりの歳入額でいうと千代田区がこれについて完全に勝ってると言えるのでは。どうだ。かくなる上は致し方あるまい。地方自治の案件を変更すべきなり、その定義をよりどころにした場合に、民法第236条を厳密にかつ厳粛に1万人弱が減った場合には。ダメだ、うすら分かるようで何言ってるかさっぱり分からない。危険すぎる。現在59,788人の千代田区の人口総数を鑑みた上で、すいません、もういいです。どっちが立派とかもういいんです。港区は立派じゃないかもしれないが、楽しいところです。みんな好き勝手やるので、支えるのが大変です。では失礼します。ちゃんと人に会ったら名刺配ってよ。うちは全員営業なのからね。これよろしければ。ねえ、探させて。あなたの美は今あなたの中にこそある。美の総本山、ビューティーシークレットダイアナです。で動いてないのか。赤坂だ。敵の本体は赤坂にいるぞ。ここで日本の政治が動いている。ここに毒ガスを撒き散らすんだ。お待ちしておりました。
線邪魔、聞こえないの。焦らない男は言うこと聞かないからダメ。怖え。別の葬式まで動き始めている。政治は後回しだ。港区は立派じゃないかもしれないが、楽しいところです。もしもし、お疲れ様です、富永です。あんな仕事やらないわよ。私がやるべきと言った仕事を黙ってしろ。どうぞ。失礼します。なんだ。この改ざんは私は対応いたしかねます。何を言ってんだお前。自分がどうなるか分かってるだろうな。終わりだぞ。娘が、私の大事な娘が美容師になりたいって言ってるんです。やっぱり美容師になりたいんだけど。あの子の小さい頃からの夢です。いつも美容師さんになってパパの髪を切りたいって言ってました。それがどうした。私は自分が正しいと思う道を信じて進みなさいと言ってあげたかった。でも私にはその簡単な一言が言えませんでした。子供の夢を後押しできない親なんて親じゃない。あ、もういいよ。お父さん、私やっぱりどうしても美容師。真由美、お前が正しいと思う道を進みなさい。お前の人生が我慢することない。いつかうまくなったら
母さんをいつも綺麗にしてあげてくれ。やったー、私頑張るから。ごちそうさま。セリー、すまない。実は仕事を辞めることになった。あら大変。また苦労かけるかもしれないが、もう一度頑張る。私からも一つお願いしていいですか？なんだ？あなたの好きなことをなさってください。え？真由美も一人で歩き出そうとしています。私ね、あなたの何が好きで一緒になったと思います？笑顔が好きで一緒になったんですよ。美容師やるなら私の知り合いがいる美容院があってな、有名な女優がいたぞ。あんなさいんだよな。すでに霞ヶ関は毒物検知班まで装備されています。なぜ我々が狙われるんだ？丸の内で打ち合わせをして国会前を散策して料亭の前でもぞもぞしただけなのに、完全に一般の市民の動きじゃないか。言い訳などどうでもいいんだ。どうするんだ？気になる人物がいる。これまで会ったキーラたち全員同じ一人の人物の前を口にしている。フラワーテは港区チームリーダー的な人なんですよね。でもまあ船田さんと会いたい人にしてよ。テレビで噛みまくってた船田さんって人のところだって聞きましたよ。こいつがキラたちの親玉、船田さん。こいつを封じる。どうやって？写真を見てみろ。共通してることは何だ？寿司を食べてます。ああ、こいつはダイオウイカ撮影に出資するほど寿司好きだ。その寿司の魚はどうか。どうして？分かってるの。私もう才能ない。ずば抜けてるとこなんてないしさ、ずっとやってきたけど、なんかさ、暗い海の中を泳いでる感じ。そう。でも楽しかった。最後に海たちとも仲良くなる。まあもうちょっと早く知り合いたかったな。そしたらさ、最後に一つ手伝ってくんない？何を？ここが新しい豊洲市場か。うかつには船田さんには近寄れ。豊洲の魚にどう流し込む？魚って言ってもいっぱいあります。
一番高そうなやつだ。豊洲に集まる高い魚はほぼ船田さんの口に運ばれているとのレポートが上がっている。船田に食べられることがお魚の夢なんですね。屋上は庭園になっていて、上から豊洲市場周辺を見渡せる。まずはここから様子見。ノッ！デカだ！あんな黒ずくめ、明らかに組織犯罪対策課のデカだ！この警官に指示を出してるぞ。ここも厳重警備されてる。私服警官に監視カメラ。絶対ヤバい。お、ユミさん。ユミさん。お疲れ様。静かです。すごい可愛いから、俺たちのフィッシュやってよ。おお、大歓迎、大歓迎。よろしくお願いします。じゃあ、俺が一回見本見せるからさ。料理にしようかな。あなたの食卓にガチでマストなお魚を速攻お届け。さあ、始まりました。俺たちのフィッシュ、in 豊洲市場。はっきり言ってやるよ。東京と行けばはっきり言ってやろうか。現代人、今 200% タンパク質不足してっから、全然足りてないから。え、タンパク質といったら分かってるよね。鮭、もしくは鮭。今日は前回の熱い腰的を受けて、鮭でも鮭でもどっちでもオーダーできるようにボタンも2個くっつけといたから、好きな方ガチでおっしゃってよ。買ってくれないと鮭不買罪で逮捕しちゃうぞ。ほら、おごったおごったはい、カット、こんな感じだよ、しずかちゃん。やってごらん。皆さん、おはようございます。俺たちのフィッシュです。今日は引き続き、鮭を食べます。鮭は、本当は白身の魚で、静香ちゃん、お疲れ様。はい、これありがとうございます。お役に立てなくてすいません。私、見ての通り何やっても才能ないんです。東京って来るまではあったかいと思ってたけど、思ったより全然寒いですよね。国は？岩手です。はい、これどこのお魚だと思う？どこのって、豊洲のですよね。豊洲に豊洲で取れる魚なんていないよ。みんなどっかから来たんだ。この魚ね、岩手のお魚だよ。やっとここまで来たんだよ。でもね、もう自分じゃ何もできない。最後に売ってあげたら？はい、5秒前、4、3。これ岩手のお魚。岩手って知ってます？海すっごく冷たくって寒くって、一生懸命あったかいところを目指して泳いできたんです。正直このお魚全然すごいやつじゃないんです。いつもみんなと群れて泳いでて、海の中って真っ暗だから何も見えなくて、毎日怖くて自分に自信がないからいつもみんなにひっついてきたんです。それでも一日も休まないで
懸命ずっと泳いだんです。最後に皆さんに食べられる日を夢見て今日ここに来ました。普通だけど何の取り柄もないかもしれないけど一生懸命泳いできたんです。激ヤバだよ、ウェイってるよ、買った買った。味だの値段だの細かいこと気にしてんじゃないわよ。岩手のお魚不売買は実刑だぞ。買いなさいよ。おいしいよおいしいよ。東京のバカ野郎、もう一回やってやるかんな。負けるもんか。静香ちゃん、才能じゃないよ。ここあーちゃん、ダイソン送っといたぞ。皆さん、ビューティーシークレットダイアナマリスのオリジナルトリートメントが発売。買った買った、美味しいよ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 、わかった分かった。ヤバそうな警察たちが若い女を港で人身売買していました。だから買って。カメラも設置されていて。黙れ。お前らそろそろ自分たちが消される覚悟をしておいた方がいい。政治もダメ。この部長、この部長を一気に潰す。港区を攻める。港区のどこだ。港区のシンボル、東京タワー。爆弾を東京タワーに仕掛ける。シンボルが崩れ落ちれば東京のイメージもガタ落ちだ。トレーニングウェアとして使ってください。寺田さん、スティングが好きだって言ってたから。ああ、船田さん、いやいや、明日の下見ですよ。やはり船田さんだ。観光ですか。ええ、いや、テロだ。どういうことだよ。鎌かけてんだよ。なるほど。何をやってるんですか。寺田のおじさんも入賞するよ、きっと。敵は大勢います。必ず抑え込みます。もうダメだ。じゃあ、こうなったら、もうお前らに用はない。別の組織の連中を雇う。そいつらの最初の仕事が何だか分かるか、志村、加藤。いえ。お前らを殺すんだ。役立たずに用はない。いろいろ喋られても困るしな。お前らは工事現場で船の事故に巻き込まれて死ぬんだ。わかるか。本当にすいません。
かしろ。こうなったら後がない。おやさむの船田三者とも港区のメイン吹っ飛ばす。港区のメイン。さあ、本日も西麻布大学人間環境学西園寺充先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いします。はい、よろしく。本日はざっくりと港区のエリアは全部でどうなっているのかをご解説いただくということでよろしいですか？港区はざっくり5つの地区に分かれています。これはそのざっくりとした5つですね。私から紹介させていただきます。1つ目は芝公園や新橋、浜松町などを有する芝地区。2つ目は台場や芝浦などを有する芝浦港南地区。3つ目は白金や高輪などを有する高輪地区。4つ目は赤坂、元赤坂などを有する赤坂地区。5つ目は麻布十番、六本木、西麻布などを有する麻布地区。この5つということでよろしいでしょうか？ざっくりやってます。では先生、今回ケインたちが狙っている港区のメインとはどのあたりになるのか、エリアの解説とともにご教授いただけますか？はい、まず一つ目の新橋、浜松町なんかの芝地区、これは港区としては違います。ここで言う違うとはどういうことでしょうか？さっきの東京タワーなんかもここにあってね、実は港区役所もここにあって、港区役所のチャーシュー麺危険ですね。続いてお台場の芝浦港南地区です。これもちょっと違います。先生、どうしてでしょうか？だってお台場はいつ行っても僕もこうばっかりやってる人がいっぱいいるからです。あれは次に白金の高輪地区となります。違います。違うのはなぜでしょうか？いいとこなんですけどね、ベイド数が基準値を満たしていません。ここで言うベイド数とは何でしょうか？ベイド数イコール1平方キロあたりのジュニアクの内容率です。そうすると2つの地区に絞られます。まず残りの赤坂地区ですが、さっき池上さんに遭遇しちゃってますからね、二度会って怒られちゃうともう厄介ですからね。池上さんはそんなに？だってあの人株で人も何人か自民党のもうはっきり言ってズブズブですから、素人は手が出せないですね。先生、こちら通信事業ですので編集の聞く範囲でお願いできると助かります。まあですのでね、結局港区は麻布地区に限られちゃうんですね。そうしますと改めて港区のメインエリアとは？六本木、そして西麻布です。なあ、俺たちどうなんのかな？もうやばいかもな。長門、お前なんで東京に出てきたんだ？お前なんで？俺はその昔からすっげえバカだったからよ。でも妹が頭いいんだよ。うち貧乏でさ、親も早くに死んじまったから、妹だけはちゃんと大学に行かせてあげたくって、ほんで東京に出てきた。妹何やってんの？ちゃんと大学出て青学だぜ、すげえだろ。ほんでいい人のところに嫁いで今幸せだよ。合ってんのか？いや、向こうの家族がさ、ヤクザモンとは関わるなって引っ切られちゃってよ。お前は？ダチの借金の保証人になっちまった。そっからはあれよあれよだ。バッカだな。なあ、俺たち次失敗したら死ぬのかな？言ったことはやる人だ。最後の飯がラーメンか。お前何好きなんだよ？
メロンパン。後でコンビニで買ってやるよ。ケインからだ。奈良が見つかったのかもな。いいか、最後のラーメンくらいゆっくり食わせろ。素晴らしかったです。アベベみたいでした。嬉しいですね。まだしたい。あ、佐伯さん、おお、道の間にね。マリー、佐伯さん、話長いからスマホに録音しといて帰りの飛行機で聞くといい。スイスまで何時間なの？12、3時間ぐらい。私は奈良さんの娘が今日来るって言ってます。すいません。コーヒーを。いってらっしゃい。お腹空いちゃった。でも船田さんまだ来てないし、みんなで先に行っとく。いいと思うよ。やったー。全員で何人か。船田さん入れて9人ですね。じゃあ円卓の店がいいです。おお、じゃあ行こう。行きましょう。船田さんの仲間ですよね。誰？あれ？お二人もしかして。あれ？俺もしかして会った気が。はい、実は俺たち、あとは全部俺が説明します。船田さんの車に爆弾？船田さんの車に爆弾を仕掛ければ港区の命は吹っ飛んでパニックになるって。リーダーのケインが今頃船田さんの車に。待て待
たあ、ドッキリでしょ。皆さん隠れてんじゃないですか。爆弾なんてそんなの考えられません。何よそれ。ちょっと待って、かすみ、嘘じゃないと思います。この人たち、目が右上を向かないし、瞬きの回数も増えてない。話も簡潔で繰り返しがないから、嘘じゃなくて本当のことを伝えたいんだと思います。ではどうすれば。どうすれば。警察に。しかし今から言っても証拠がないから信じてもらえないかもしれない。証拠がなければ動き出すのにも時間がかかります。お父さんは、お父さんはどこ。マリアさん、どうすれば。こういう時は落ち着きなさい。ねえ、船田さんの車どこにあるの。教えなさい。あの人、私たちの大切な人なのよ。わかりません。車の場所は船田さんしか知らないし、俺たちは別部隊で町に騒ぎを起こして警察を他の場所におびき寄せるのが役割で。お父さんに連絡する。でもなぜ港区を爆破するんだ。爆破するんだったら港区より丸の内を狙うべきなんじゃないか。いや、テロで狙うなら国の政治機関、霞が関を狙うべきです。お父さん繋がらない。すぐ留守電になっちゃう。何するわ。ねえ、場所は何か言ってなかったの。そういえば今朝なんかファンレターを見ておきたいってわけわかんないこと言ってた気がする。ファンレター。あ、帰ってきた。プレデター。これってファンレターを見たいじゃなくって、プレデターを見たいって言ったんじゃ。プレデターってことは映画館。プレデターの映画を見るってことか。六本木ヒルズ東宝シネマズ。船田さんはすぐそばだ。父さん、なんでこんな時に映画なんか見てんのよ。あの前殴った時に演技力が足りなかったら反省してたから。車どこですか。車なんかあったの。大丈夫、俺には時間がある。
ない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 わよ。早く教えて。とにかく今回は時間がないの。車どこ？え？コンビのワンオークの近くだ。近い。行こう。急ぎますよ。行こう行こう。行きましょう。あの二人のリーダーが仕掛けたみたいで、なぜか私たちにそれを教えてくれて。ふさいさん、そっちは？ないわ、こっちない。ふさい！あった、これだ。すぐ警察を。だから俺、こういう人間いるから。ダメだ、絶対に間に合わない。あと4分20秒です。根岸さん、佐伯さん、半蔵門さん、ワンオコのお客様を外へ。はい。お父さん！来ちゃダメだ、マリア。絶対ダメだ。何言ってんのよ。クラブなら防音設備で壁も十分に厚い。この建物なら爆弾の破壊力を抑えることができるかもしれない。みんなありがとう。マリア、お母さんの言うことをよく聞いて。嫌だお父さん。マリアの未来は無限だ。自分の感じたことを信じて楽しく生きなさい。ユミちゃん、ありがとう。ユミちゃんと出会えてすごく楽しかった。ユミちゃんの成長にいつも驚かされたよ。本当に言わなきゃいけないこと言ってないね。会えるだけで嬉しいって思える人にいつもそばにいてもらって幸せだった。やめてよ。みんな本当にありがとう。生まれ変わってまたみんなと西麻布で飲めたら最高だな。ユミさん、いつもだ。いやよ。あれが船田って男だ。いやよ、船田さん。船田。Thank you.
あれ、もう時間は過ぎてるはずです。まさか解除した。また新しいパターンだ。気にすぎない。大丈夫、心配ない。ちょっとだけ一員だよな。ああ、一員だ。Thank you.
ってよ、これ。やめろ、その二人を話せ。船田さん。船田。これはこれは。その二人は悪い人間じゃない。いい人間だって死ぬやつは死ぬ。安心しろ。こいつらの後はお前だ。そうはさせない。お前な、今どういう状況か分かってんだろう。絶対に邪魔はさせん。あんたは一つ大事なことを忘れてる。今自分はどこにいると思ってる？あ、港区だろ。そうだ、港区だ。港区はすぐ向かう。え、なんで？今だ！どうしてもやらなきゃいけないことがあってね。いらっしゃい。おー、佐々木さん。おはようございます。おー、船田ちゃん、久しぶり。久しぶりです、アトムさん。元気？はい。ママはどう言ってんの？最近聞けないんですよ。あ、そうなの。船田さん。おー、大輔くん、来てくれたんだね。こちら、遠藤大輔さん。コアンドしてたよ。あー、本当に知り合いいたんですね。はじめまして、遠藤大輔です。実は皆さんに警視庁から感謝の言葉を伝えさせていただきたくて、特に佐伯さん、山田さん、峰岸さん、はい、寺田さんの活躍は見事でした。皆さんの普段の生活が東京を救ったんです。ねえ、あの決めセリフ言ってよ。かっこよかったじゃん。はい、大事だった。なんだよ、弱気な。何も証拠はない。お前の発言は全て録音してる。覚悟しろ。何言ってんだよ。東京のやつは弱っちいな。大輔。佐伯だよ、佐伯。算数教えてあげたじゃないか。東京から来た佐伯だよ。佐伯か。ああ佐伯。大輔。ああ、大輔。あ、愛子ちゃんに知らせなきゃ。愛子ちゃん、目黒でおしゃれだけど入り口はちょっと低い穴をやってるんだ。何？愛子ちゃんも東京いるのか。そうか。でもよかったわ、船田さん。もうあんな危ないことやめてよ。船田さんいないと困っちゃうわ。俺さ、あの時思ったんだけど、
最後にもう一回食べたいなって。お寿司？いや、みんなと食べたいなって。だから食べられる時に大好きな人といっぱい美味しいもの食べようって。それでまたみんな呼んだの？そう、決めたの。何をですか？毎日最後の晩餐。大将。はい。今日俺に全部つけてね。じゃあ次回は私だ。じゃあ次俺。たまに私もごちそうするわよ。私は将来ごちそうする。I'm not afraid to die.
そろそろお喋りいただけますでしょうか。自分でビジネスの世界で成功していってっていう女子っていうのは実際港区女子いました。あのね、これ言っていいのかな、まあいいだろうな、なんかはい、ぜひ僕らでね、ほら、でそこの港区がいう元になっているなんですよ。今回この T シャツは全部で6種類、4人が揃っているバージョン。
がある。着席前支払いをワンポイントにアシスタントバージョン。よく見るとオレガーになっているバージョン。さあ、これ早くしないと在庫なくなっちゃうよ。